おはようございます時刻は10時を回りましたこの時間は宜野湾市の司法宜野湾から宜野湾市の情報をお伝えしますまずは令和3年度市県民税県国民健康保険税申告のお知らせですそもそもなぜ申告が必要なんでしょうか 前年中かっこ令和2年から、2年1月1日から12月31日までの全ての所得を計算し今年度の市民税県・県民税を決定するために提出していただきます収入がない場合でも無収入という申告が必要になりますただし昨年中の収入が給与のみで 勤務先で年末調整が済んでいる方や、昨年中の収入が公的年金などのみの方、市内居住の方に年末調整や確定申告で不要に入っている場合は、申告の必要はありません。申告しないとどうなるでしょう。所得や課税に関する証明書の発行ができません。 国民健康保険料、介護保険料などの算出ができず、減額などが受け取れない場合がございます。申告が必要と思われる方は、申告を忘れないようお願いいたします。市・県民税の申告相談について、受付期間は2月16日火曜日から3月15日月曜日。 受付時間は午前9時から11時半午後1時から4時受付会場は市役所1階正面玄関前申告相談会場となりますなお新型コロナウイルス感染症拡大防止のためなるべく郵送での申告書提出をお願いします ただし、申告書の書き方などについての相談を必要とする方のために、申告相談会場を設けます。会場入り口で検温と3密を避けるための入場制限を行いますので、あらかじめご了承ください。また、来所の際にはマスクの着用をお願いします。申告相談の日程です。 日によって指定区域があります受付日2月16日と17日は野田家、普天間、ラグスク、2月18日と2月19日は木宇那、伊佐、大山2月22日と2月24日は増式、宇治止まり、大蛇名、 2月25日と26日はかかず前原さました3月1日と2日は指定日に代書できない方の日です。そして3月月3日日と3月4日は 失礼します3月3日3月4日3月5日の3日間はがねこ長田しま市です3月7日はまた指定日に来所できない方の日ですそして3月8日9日10日は宜野湾愛知神山赤道上原 3月11日、12日、15日は、指定日に来所できない方の日です。市・県民税の申告が必要な方は、令和3年1月1日現在、宜野湾市に住所がある方で、昨年中に収入、なお働いていない場合でも、収入があれば対象となります。 収入があったた、方は、申告してください。また収入がない方でも、国民健康保険税、介護保険料などの減免や軽減を受ける方は申告が必要です。収入が給与のみ、公的年金のみの場合も、扶養家族の追加や生命保険、社会保険料などの控除の追加、医療費、 控除などを受ける方は申告が必要ですなお確定申告が済んでいる方は市・県民税・県・国民健康保険税の申告はありません申告相談に必要なものは申告書こちらは会場内でもご用意しています印鑑マイナンバーカード または通知カードプラス顔写真付きの身分証明書申告相談に必要な書類など給与所得者公、公的年金所得者は源泉徴収票営業,所営業所得者、不動産所得者は収支内訳書など 国民健康保険・介護保険に加入の方は、納付証明書、障害のある方は、障害者手帳など、学生の方は学生証、生命保険料や地震保険料の控除となっております。証明書が必要な 場合国民年金などに加入の方は社会保険料控除証明書医療費控除を受ける方は昨年中に支払った医療費控除明細書と領収書医療費控除は事前に医療費の領収書などから合計額を計算し任意の用紙で医療費控除明細書を作成してください。 郵送する場合は、これらの必要書類の写しを申告書に添付して、宜野湾市役所税務課宛に郵送してください。なお、医療費の領収書は添付不要です。営業、不動産、農業収入を申告される方へお願いです。申告相談に来所される場合は、 帳および領収書の確認がありますので必ず持参してくださいまた収支・内訳書も事前に作成してくださいなお書類不備の場合は申告相談ができません郵送する場合は収入や経費などが示された帳簿等の写しを同封してくださいなお領収書の写しは不要です 会場に行かなくても申告を行う方法がありますスマホ、PC、スマホ、パソコン、郵送で申告ができます2つあります方法1つ目スマホやパソコンで確定申告確定申告を行った方は市役所での資金市県民税の申告は不要となります そして二つ目、郵送で申告書を提出市県民税の申告書に返信用封筒を同封する予定です確定申告はスマホやパソコンで作成した申告書を自宅などで印刷し郵送しても可能です郵送先は市県民税の申告書は市役所 確定申告は沖縄税務署へ郵送してください沖縄税務署から確定申告についてのお願いです沖縄税務署の令和2年分の確定申告会場は例年より早い2月1日より開設しています なお、新型コロナウイルス感染症の拡大防止及び混雑緩和の観点などから次の2点のお願いについてご理解及びご協力をお願いいたします国税庁ホームページを利用した確定申告へのお願い多くの方が訪れる確定申告会場へ出向かず自宅から国税庁ホームページを利用した 確定申告書の提出、電子申告、e、e-Tax または郵送をお願いいたします。そして早期来場へのお願い。確定申告会場での申告相談を予定されている方は、例年より長時間お待ちいただく場合がありますので、えー、早期、この、 例年よりも早い時期の2月15日までの来場をお願いいたします確定申告会場イオンモール沖縄ライカム3階イオンホールご来場の際はマスクの着用をお願いします開設期間は令和3年2月から令和3年3月15日月曜日となっております 土日・日祝を除きます受付時間は午前10時から午後4時当日の入場整理券はオープン前に1階正面玄関のグランドスクエア入り口でのみ配布いたしますその他の入り口では配布いたしませんなおオープン後10時以降は3階イオンホール入り口で配布いたします 混雑の状況に応じて早めに受付を終了させていただく場合がありますので、ご了承お願います。以上、沖縄税務署からのお願いでした。続いて、宜野湾市小規模工事など契約希望者の登録申請についてです。 令和3年4年度の宜野湾市小規模工事等契約希望者の登録申請について、次の通り受付いたします。期間は2月26日金曜日までです。土日祝日を除きます。当日消し印有効です。新型コロナ感染防止のため、申請方法は郵,政郵送のみといたします。 申請場所は契約検査課市役所3階申請書類の配布はホームページにて掲載しておりますお問い合わせ契約検査課宜野湾市役所内線428契約検査課電話内線428 以上宜野湾市の役立つ情報を司法宜野湾からお伝えしました。詳しくは宜野湾市役所電話。零九八八九三四四一一までお問い合わせください。以上、次男ンインフォメーションでした。